こんにちは、駅田です。とりあえず設営完了っすね。4時半になります今。相変わらずですね、2時間以上かかっちゃったな。4時20分ですけど、気温は 6.7 度、息も白いですね。で、着火マスターインスタでね、プレゼント企画でいただきました。ありがとうございます。すごい。すごいですね。こんな。取れた。これで1本。ペコって。これで1本ですよ。燃焼時間8分燃えるそうです。これすごい。で寒いんで、長時間吸わせます。こんなかな。水蒸気炊飯なんでね、お水入れて、よいしょ、ご飯セットして、これで、どうしようかな、1時間ぐらいつけようかな。とりあえず乾杯。乾杯です。人が大勢いるサイトも久々っすね。すごい綺麗。うわ、めっちゃ出る。いただきます。あっち全然熱いな。あ、指やばい。指割れてるところからレモン汁が、あ、痛い
うん、うまっ。いただきます。あっか、うわ、うん、油すごい肉に。うん、おい、すっげえうまくなった。今日はクピルカ置いてきたんですよね。で、いつもっていうか前から使ってたチタンのカップ持ってきました。なぜかっていうと、こういう風に使えるからですね。絶対こうなる。薪ストーブの時はこうなると思ってたんで、これの方が便利なんでね。もう冷たくなったりぬるくなったりしたやつを温め直せる薪ストーブのすごいいいとこっすよね。あとは焚き火台が消えて、薪ストーブちょっといじりながらのんびりしようかなと思います。おはようございます。現在6時ですね。いや、めっちゃ寝たな今回。外気温 1.5 度で、マックス 0.3 度ですね。
今朝は納豆定食ですね。じゃあいただきます。ちょっと難しいな。